学講座ビデオメタフィジカの上野です。今日は暑い中、岡山大学から山口信夫先生に集中講義で来ていただいておりまして、その、お忙しい間、少し時間を取っていただいて、先生のご研究についてちょっとお伺いしたいと思います。山口信夫先生は、この疎まれし者デカルトっていうこの著作の、著者であられます。山口さん、この、 本のなんていうかタイトルもそうですし、このなんていうかこの表紙もですよね、疎まれし者デカルトっていうのはちょっと普通のデカルト研究じゃないですよね。まずデカルトを哲学的に研究する場合はテキストそのものをね、分析するとか他の哲学者との比較とかいうのがオーソドックスだと思うんですね。これは私の場合にはデカルトの本も一行も出てないという意味で、ね、デカルト哲学研究じゃなくて、デカルトの思想史的研究というふうに言えると思いますし、しかも時代がデカルトに生きている時代ではなくて18世紀というデカルトがあまり人気がなかった時代といって、研究してるんですね。で、人気のないものを研究するということはどういうことかね、虚しいことではないかと思われるんですけど、19世紀の初めぐらいからデカルトの哲学が人気が出て、で近代的な大学という形でデカルトあるいはその様々な哲学者のいわゆる根実的な実証的哲学研究ができるわけですね。その中でやっぱりデカルトは今日に至るまでそれなりのグレートネームを保っているわけですね。そうすると18世紀もし完全に死んでたら19世紀に生まれ変わることはないわけで、そうするとその18世紀には生きれたあるいは眠ってたということがあり得るわけですね。ところが一般的に否定的なものをに対してそういう優れた研究が行われることはあり得ないわけですね。で哲学の継承というのはもちろん生きてる間は論争という形で生きた言葉でなされることがあるでしょうけど、記録としては書物という形を取るわけですね。そうすると18世紀全体の中でデカルト自身の著作の出版も極めて少ないんです。それは統計的にもちゃんと分かるんですね。でかつデカルトについての著作もデカルトについての研究についても否定的なものも含めて肯定的なものも含めて極めて少ないんですよね。ということはデカルトは18世紀フランスで生き残ったという証拠は書物の中から見出しにくいわけです。そうするとどっか他にということですね。そうですね。しかも生き残ってたんだから生きてたということがあるというのが形式的なことって言えるんだけど、現実的にデカルトが亡くなったんですよ。1650年です。1650年で死んじゃって、17世紀の後半はデカルトがいわば中世のアリストテレスのようなちょっと大げさですけどの一応保つ名声があったんですね。1730年代ぐらいからボルテールがニュートンを紹介することによって自然科学というレベルで極めて劣っていることが明らかにされて、デカルトの人気ね、落ちてしまうというね。それで例えば明治の古い文学者が今日全く読まれなくて死んでしまったんだったら、まず研究する必要はないですね。ところが19世紀20世紀とは確かにデカルトは力を持ってたと、そういうことであれば18世紀にも生き残った証拠がないといけない、何かがあったはずだと。だから書物という形でほとんどない。そうすると他にそのデカルトが生きた場所を探さなければならない。そうするとそれは哲学史的研究というアプローチでは不可能だということなんですね。そうすると思想史的研究といいますか、要するにあらゆる場所にデカルトの痕跡を探すということなんですね。で具体的には1765年に、アカデミー・フランセルでデカルトを褒めたたえているという文学コンクールがあるんです。でアカデミー・フランセルというのは学士の最高地位を保っているわけですね。18世紀にはそれなりにどういう位置かの問題にあるにしても、その芸術文化学問の最高の集団であるアカデミー・フランセルがデカルトを問題している、それ
それから、あと1784年にね、デカートについての演劇が作られた。それから、革命期にはデカントをパンテオン入りさせようということが一旦決まったんですけど、メルシエというこれでも割合有名な作家で国会議員が、テルミドルの後デカルトのパンテオン入りを論難して事実で止めてしまうんですね。フランス革命の時の話ですね。フランス革命ね、うん、それで今日はデカルトはだからあの30番デプレ教会にあるんですけど、お墓がね、うんうん、そういうように政治的レベル、フランス革命の最中にデカルトがどんな形であろうと問題になった、うん、かフランス革命の最中に1996年ですけども、あ、1796年ですけど、デカルトのお芝居がまた一本演じられた、うん、でもう一つはあのカトリックとデカルトの人は大体基本的に17世紀後半は対立してるんですね、うん、まあ、18世紀の啓蒙主義という時代になると、カトリック側がデカルトを味方に引き入れようというのが、カトリック側がね、うん、それまでは反対、50年前は反対だったんで、ね、そうそうそう、ね、それの、まあ、大きな証拠としてサンシュピス修道院という大きな修道院があるんですけど、うん、そこのエムリーという修道院長がデカルトとニュートンとライプニッツとベーコンの当時考えられる4人の偉大な哲学者が極めて宗教的に優れた哲学者であるということを著作と解説で論証しようとするわけですね。その中にデカルトが選ばれたし、事実この本が出版されたんですね。そういうことはどういう、ね、背景とかどういう、 こう意図とかによってなされるかとかね、そういうふうにいくつかの次第で、あの書物と書物の争いというわけではなくて、さまざまな制度、演劇であるとか政治であるとか、だから学術団体であるとかね、他にはあの例えばアカデミー・デ・シアンスというね、あの科学アカデミーと言われるところにも、まあ、そういうデカルトのね、あの流星が見られるんですけど、そういういくつかのモチーフを使いながら18世紀にデカルトの思想とデカルト自身の名声がね、長らく続いた。なるほど。で、1820年代にビクトル・クーザによってデカルトの全集が、ね、うん、出版され、うん、で彼が、パリ大学とかエコノルマを中心に、ね、あの若い人々を鼓舞して、デカルトはじめ、あの様々な近代的な哲学研究を開始するというのがあるね、うん、それは僕ちょっとオーバーですけど、デカルトのルネサンスと呼んでるわけですね、うん、だからそういうデカルトのルネサンスが起こるまでデカルトはちゃんと生き続けてた、うん、そのことをデカルト神話と呼んでるね。デカルト神話で、その内実はこの1765年にアカデミーのコンクールがあった時に、トマという人、これはあのトマ・アクイナスでもなく、イエス・キリストのトマでもなくね、その18世紀の忘れされてしまった当時 の、 あの、まあ、学者、文学者、その人のトマという人が当時極めて有名 で、 デカルトを褒めたたえるいうあの、まあ、コンクールで優勝するんですね。で優勝にいろいろ行き方あって、アカデミー内部の政治的対立というのが表れてあるんですけど、このトマによってデカルトの簡単な84ページの非常に短いものですけど、それがあの非常に人気を博して、なんとあのトマ自身の作品と19世紀に出版されるデカルトの著作にほとんど必ずと言っているほどデカルトのについての伝記が、トマによる伝記がね、掲載されると。19世紀の終わりまでの人なら、当時の文化的エリート、なき理性に行くような人はおそらくトマのデカルトでも読んだことはあるわけですね。デカルト領、デカルト賞というのを叩いて、デカルト賞、デカルトを叩いてっていう、20世紀だとパタッとそれが消えてしまうんですけどね、うん、そういうことがあって、そのいわばアカデミーの中で